はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ちょっと訳ありのですね、レンズになってるんですね。こちらはですね、もともと、ズミルックス 50mm のデュアルレンジというですね、レンズなんですけれども、そちらのレンズのですね、近接用の撮影レンズのメガネがですね、お客様の方で紛失されてしまっているというレンズになってますね。もちろん、このままですね、近接撮影用ではなく、通常の 50mm レンズとしてご使用いただく分には全く問題ないんですけれども、一応ですね、ご留意いただいた上でですね、はい、お求めいただければと思いますね。でもってですね、こちらのデュアルレンジ 50mm ですけれども、メガネを外せば、普通に 50mm レンズとしてご使用いただけるわけなんですけれども、非常にですね、この近接撮影用に高性能のガラスと精密な設計がなされておられまして、わざとですね、この近接撮影用ではなく、普通の 50mm として使用するためにですね、こちらのデュアルレンジをですね、わざわざお求めになるお客様もいらっしゃいますので、ぜひですね、この機会に、このズミルックスデュアルレンジのメガネなしのですね、バージョンをお試しいただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、外観の方から見ていきたいと思います。その前にですね、セリアルですね、はい、1597175ですので、はい、こちら1957年ですね、の、はい、ドイツ製デュアルレンジ、ズミクロン 50mm という風になっております。今回はですね、メガネなしのバージョンということで、バージョンというか、メガネなしの個体ということで、だいぶリーズナブルな価格設定にさせていただいておりますので、この概要欄、下のですね、概要欄からウェブショップにアクセスできるようになってますので、ぜひですね、お早めにチェックしてみてくださいませ。はい。ということで、外観から見ていきます。ご覧いただいております通りですね、目につく擦れ当たり、凹みなどは見当たらないですね。ご覧いただいている通りです。こういうフロントの部分も落下してぶつけたり擦ったりしたような跡はないですね。で、このローレットの変色とか擦れなども見当たらないです。マウント部分も間もなく綺麗ですね。もちろん落下して当たったりとかいう跡はないです。ご覧いただいている通りですね。はい。レンズも前玉、後玉ともにですね、擦り傷、引っかき傷、コーティングの剥離とか摩耗もなく綺麗な状態をキープしております。はい。中玉にも曇りカビ、バルサム切れ、地上コリの混入もですね、目視でほぼほぼ確認できませんので、クリアな状態をキープしております。撮影して画質に影響のあるような瑕疵は全くないと思っていただいていいと思います。外観と、このレンズの状態ですね、前玉などの状態につきましては、この動画と画像も多く掲載してますので、客観的にもご確認をお願いいたします。絞りの状態も軽快で滑らかですね。羽の痛みとか、錆、汚れなども見当たらないです。ミントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかにですね、一定のトルクで動いております。近接撮影のですね、用のですね、メガネがあればもちろん近接撮影用として、はい、使えるわけなんですけれども、どこか別の場所からですね、メガネを調達してご使用いただく場合は、一度必ず調整してから、ご使用いただくようにお願いいたしますね。はい、別の場所からですね、メガネを持ってきて、で、うまく調整できないとか、そういう場合のですね、故障はいたしかねますので、一応ご留意いただければと思いますね。はい。付属品が、リアキャップと、こちらのフロントキャップになっております。はい。ということで、ライカのですね、非常に人気のオールドレンズ、ズミクロン 50mm のデュアルレンジ、今回はメガネが、付いて付属していないですね、個体になっておりますけれども、普通の 50mm レンズとして非常にですね、人気の高いモデルとなっております。はい、このまま撮影にご使用いただいて全く問題ない状態の
ゼミクロン 50mm ですけれども、念のため末永くですね、お使いいただくために全体的な分解整備、清掃調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい、ライカの人気レンズ、ゼミクロン 50mm のデュアルレンジ、今回はメガネが付いていませんので、大変ですね、リーズナブルにお求めいただけますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。